新型コロナウイルスの感染拡大を受け、文部科学省は来月予定されていた全国学力テストを延期すると発表しました。全国学力テストは小学6年と中学3年のおよそ200万人を対象に来月16日に行われる予定でしたが、文科省は一斉休校が続く中で予定通りの実施は困難と判断し延期を決定しました。一方、文科省が全国の主な自治体を対象に調べたところ、今週から授業を再開した小中学校は富山市、静岡市、浜松市、那覇市の422校にとどまり、国立で 100%、公立でおよそ 99%、私立でおよそ 98% が全国的に依然として休校を続けています。こうした中、さいたま市内のすべての中学校では、今日と明日、臨時登校が実施されます。大宮東中学校では2年生の教室で休校前に行われた学年末テストの答案の見直しや春休みの課題の配布、また新年度に向けた過ごし方の確認が行われました。久しぶりに友達と会えたので、1時間だけだったけどいろいろ喋れてよかったです。外で遊びたくてしょうがないです。今日は2年生、明日は1年生が分散して登校するほか、教室は新型コロナウイルス対策で1クラス20人程度に分けられ、間隔を空けて座るなどの対応をしているということです。